めるにあたって、まず、20周年ソウルキャリバーの20周年プロジェクトっていうところの、まあ、集大成っていうものにしたかったっていうのが一つあります。で、また、まあ、ソウルキャリバーこの後今後どうしていくのっていった時に、まあプロジェクトソウルっていう中の開発メンバーがいるんですけれども、やっぱりこう続けていくためには、次のタイトルを立ち上げていかないと、もう本当にソウルキャリバーがこのまんまだと、ブランドとして終わってしまうかもしれないっていう危機感もあって、まあ、20周年プロジェクトの集大成ということでソウルキャリバー6というのを企画を立ち上げたという経緯になります。 Just speaking as a long time fan, it's just great to see, you know, this classic fighter back. I mean, it's a huge part of my upbringing. It's a huge part of my personal gaming history. And I know it's a part of yours as well. I mean, there's always been this connection between Soul Blade or Soul Calibur, the original titles, and Tekken as well.And Okubo-san, you actually worked on Tekken 7, so I was kind of curious if there were any development learnings that you sort of rolled from your experiences on Tekken 7 into Soul Calibur 6. 結構社内開発、Soul Calibur と鉄拳社内で開発してて、この2つのチームってすごくライバル視してて、いいところもいっぱいあるんですけどね。そのこっちがこうやったらこっちはもっと上こうみたいな。ただまあ悪い面もいっぱいあって。そこら辺 の, そ, のそれぞれの文化とかポリシーはしっかりと踏まえた上で、情報共有、いろんなもののですね、やっぱりいろんな根則、においてもですね、鉄拳でこんなことしたからソウルキャリバーでこんなことやってみたらみたいなところの情報共有は、まあ、私が上に立ってしっかりやろうかなっていうふうには思いました。で、まあ、チームビルディングっていう意味では、そこまでなんですけど、ゲームシステムという意味では、当然鉄拳とソウルキャリバーの一番違いって、まあ、拳と剣の違いっていうのがあって、まあ、やっぱり、多分なかなか私の知ってる限りでは、2つのタイトルのプロデューサーを務めてる人っていなくて、まあ、私がやるからにはやっぱりこの拳と剣の違いっていうのは徹底的に突き詰めたいなというふうに思って、まあ、ソウルキャリバー6を作る。That's good stuff, and I know Tekken 7, well, a huge fan of that game, it's the best one in years, actually. They went through, actually, an engine shift, graphics, the rendering technology, and we are seeing some, if I may say so, some mighty fine graphics work here with Soul Calibur 6. So I'm curious, did you guys kind of come at the graphics and the rendering tech in a little bit of a different way here for Soul Calibur 6? まあ、システムとしてはやっぱり、いろいろ検討はしたんですけども、まあ、現時点ではやっぱり、エピック社の、アンリアルエンジン4、まあ、これがやっぱり一番いいのかなということで、今回アンリアルエンジン4を採用しています。まあ描画アートの部分については実は、このソウルキャリバー6って、まあ、社内でプロジェクトコードで呼んでたんですけど、まあ、ルクソールっていうプロジェクトコードの名にしてたんですね。でこの意味はルクソールってルックス の, 光の起源の単語なんですけれども、まあ、この光の表現をどうするかっていうのにすごくこだわって、まあ、一つチャレンジだと思ってそのプロジェクトコードネームにしました。で見ていただければ分かるんですけど、その今回ソウルキャリバー1 の, 明るい画面っていうのをいかにこう出していくかっていうことにチャレンジしています。明るくすると結構光が全面的に当たっちゃうんで、描画負荷が上がったりとか結構チャレンジングなんですけれども、まあ、あえてそこにソウルキャリバー1のような明るい画面を出したいなというところで、画面の方向性、アートの方向性ですね、それを決めたという形になりますね。Just kind of dialing a little bit more on the gameplay that we're seeing here, because this is some first gameplay we're checking out here, extended battles. I'm noticing some new maneuvers that are, kind of, they're sort of extreme, they're sort of over the top. And, you know, I was talking to the team here a little bit, it sounds like they're called reversal edge. So what can you tell us about how all of that works? Reversal edge の説明なんですけど、やっぱり剣と剣で戦う時って剣と剣で戦って多分一番興奮するのってどんな時かっていうと、自分が剣豪の気分になれた時だと思うんですね。それって何かっていうと、例えば剣がこう相手が振ってきてもう鼻先ギリギリで避けて、でできればその瞬間はスローモーションになって、で相手にこう
切り返すっていう、でその簡単に剣豪気分になれるっていうシステムを作りたくって、まあ、このリバーサルエッジというものを開発しました。まず非常に、簡単に出せるですね、リバーサルエッジっていうのが。それから、最初に発動すると相手の攻撃を、上段だろうが中段だろうが下段だろうが全部防いでくれて、それで切り返すっていうシステムになります。その後に、まあ、特殊三すくみっていう形になるんですけれども、実はこの特殊三すくみは、これまで皆さんが遊んでくれたソウルキャリバーの特殊三すくみっていうのを、まあ、非常に簡単に理解できるような仕組みになっています。そういう意味では初めてソウルキャリバーを触れる人っていうのは、まず入り口としてこのリバーサルエッジから始めてもらえればなというふうに思っています。 That's cool, and it's obviously visually very impressive as well, which always helps. So, Soul Calibur has this long, proud history. I've been playing it for years. It's got a really unique control system. It's got a button for horizontal slashes, a button for vertical slashes, a button for kicks, guarding, eight-way run. So talk to me a little bit about how sort of those fundamentals of the control system, is that going to play pretty familiar in a familiar way here in Soul Calibur 6? 基本的には過去のソウルキャリバーと同じ、全く同じ手触り感でバトルはできます。もう少し具体的にお話しすると、ソウルキャリバー2のような、早いレスポンスっていうのと、まあ、ソウルキャリバー5で一旦やっぱりバトルとしては完成形を見たっていう、そこの2つをいかにこうマージしてソウルキャリバー6に、ソウルキャリバー6でいかに実現するかっていうのが私たちがずっと狙っているところです。Very interesting, and I'm curious about just like anything that fans, that veterans who have played a lot of Soul Calibur titles are going to notice when they pick up Soul Calibur 6.You know, I'm just kind of curious if there's tweaks or have you rethought any of just the systems at work here? リバーサルエッジのみならず、他にもいろいろなバトルシステムは入れています。で、リバーサルエッジの結構いいところばかり話してるんですけど、まあ、当然リスクはあって、で、多分上手くなっていくとそのリスクっていうのも分かってきて、まあ、他のシステムも、他のバトルシステムもそうなんですけども、やっぱり基本的にはレベルが上がっていけばいくほど、これまでのソウルキャリバーの戦い方っていうものにどんどん回帰していくっていうような作りになっています。もう一つだけ、ソウルキャリバーの20周年プロジェクトの、まあ、集大成っていう意味では、これまでソウルキャリバー遊んでくれた人たちのファンの人たちは絶対裏切らないバトルの手触り感になってます。Well, that's great. That definitely helps me out. Although by what I'm seeing here, I'm definitely not worried about that. I mean, this looks just completely beautiful. It looks completely faithful to what we've seen from the series. But I like, you know, the focus on just making it an accessible experience for people, bringing in new fans. I think it's really, really important. So, was curious about, just on a personal level, who's your all-time favorite Soul Calibur character? まあ、日本人としてね、侍でいたいんで、三つ剣って答えないと、他にも好きなキャラクターいるんですけど、それ言っちゃうとバレちゃうので、他のキャラクター何が出るかっていうのは、まあ、他のキャラクターは順次公開していきますんで、もうちょっと待ってください。Well, we don't want you to do that. We know there's a lot more in store for Soul Calibur 6. You know, I'm dying to see what the new characters are, see more of the mechanics, see more of the stages. Now, I'm dying to actually get my hands on the game. So when will Soul Calibur 6 be launching on PS4?今頑張って開発してますんで、なるべく2018年の早い段階にお届けできればなというふうに思ってるんですけれども、そちらの情報までもう少しだけ待ってください。 Okay, and that's Soul Calibur 6 coming out sometime in 2018, it sounds like. So very, very excited to go hands on with it. Thank you so much for coming by. Thank you very much. PlayStation. Just as shadows are cast where there is light, history hides away more than one truth. The wait is over. Let's begin!